ちょっと聞きたい曲を紹介していきたいと思いますが、はい、今回はロジャー・ウォーターズですね。ピンク・フロイドのベーシストですよ、はい、まあ、中心人物で、ウォールとか全てのソングライティングしてた方なんですけど、うん、25年ぶりのソロアルバム Is This The Life We Really Want をリリースしました。25年ぶりですよ。いいね。25年もずっと出さないでいられたんだ。いられたってすごいよね。で、出したらまた行くんでしょ、バーンと。まあ行くでしょうね。まあやるんでしょうかね。あのピンクフロイドですもんね。ピンクフロイドではないんですよ。のかは今ピンクフロイドをやめちゃいましたから。やめちゃって。うん。だから一人でやるんじゃないですか。うーん。一人でもロジャー・ウォーターズのツアーでウォールとかやってたもんね、なんかね。そういえばね。ピンクフロイドは50周年イヤーですけどね。うん、やってほしいなツアーな。でもいくつよ。いくつだろう。ピンクフロイド。いくつだろうな。でも70。うん、キーボードの方がちょっと亡くなられちゃったんですけどね、うん、デブ ギルモはまだ生きてますからね。ロジャー・ウォーターズと一緒にピンクロードワールドツアーは辛いでしょう。辛いよ ね、 ねえ60代ならだって今まで俺見た中でやはり照明で素晴らしいと思ったのピンクロードだもん。ピンクロード見たことないんで。あ、そうか、ええ、僕はねアメリカですか見に行ったの。高校の時東京体育館見て、あと、ヨギでも見て、あとアメリカのヤンキースタジアム。あ、いや、すごいわ、外国で見るとこれ。ね。照明の数が違う。全部持ってこらんないからね。そうなんだ、ね。バリライトもいろんな色があって。でさ、レーザーか。レーザーもすごいいろんな色があってさ、うん、一番すごいのはさ、うん、メンバーにさ、照明当たんないんだよ。もう、照明ショーだから関係ないんだよ。もうどこで見ててもすごいんだ。これはいいわと思ったよ。なんかまあでもそんなにメンバー 見なくてもねまあそういうサウンドでもないですからね、うんうん、まあそんなわけでね、じゃあロジャー・ウォーターズナンバー紹介してみましょうか、はい。ニューアルバム Is This The Life We Really Want から Smell The Roses。 ピンクフロイドみたいな曲だね。なかなかいいですねこれね。ロジャー・ウォーターズで、スメル・ザ・ローゼズを聴いていただきました。